その上でこの気仙語訳の聖書ができているということですよね。そうですね。川野さんもご存知のようにですね、東北地方の言葉というのはずっと長いことずうずう弁と言われてですね、軽蔑されてきたんです。それで東北の人間はそのためにですね、ひどい劣等感に悩まされ、また悔しい思いをずっと続けてきました。で、特にほら明治の戊辰戦争、今から150年前になりますかね、でもう手痛い敗北を喫してからはですね、近代社会に、いつも後手後手に回されまして、もう本当に悔しい思いをしてきましたですよね。そういうものに対する反発心が強かったので、だから私は気仙方言と言わないで気仙語と言ったんですね、日本語とも英語ともフランス語ともアラビア語とも対等の気仙語である、これが我々の誇りである。でもそれがまあそうですね、今から25、6年前で四半世紀になりますけど、気仙語入門という本を初めて出して、で NHK がこれを取り上げてくださってですね、日本中に随分大きな反響があったんです。で、方言復権、地方文化の復権という運動があの頃崩壊として沸き起こった、その引き金になったんじゃないかなと思っております。そういうことで気仙語の辞書を作られたということが大変な実績になりまして、その上で先生はカトリック教徒でいらっしゃいますから、聖書を気仙語に訳すということをずっと続けてらしたわけですね。そうです。私が小さい頃ですね、キリスト教は野草と言われてですね、大変嫌われていた、そういう時代にずっと育ったものですから大変残念でね。で、いやそんなことはない、イエスという人はみんな嫌うような人間じゃないぞ、あの人が言ってることは本当に素晴らしいんだぞということを私その友達に言って聞かせたかったわけです、だけど聖書を読んでみてもですね、難しい言葉で書いてあってですね、気仙の人間にはですね、何がなんだかさっぱりわけがわからない。だからイエスという人の、言った人間がその生きる喜びをですね、このもりもりとこう湧き上がらせるようなですね、そういう彼の言葉を何とかしてですね、ふるさとの仲間にふるさとの言葉で伝えたいもんだというのが子供の頃からの夢だったんですね。で、それとその東北弁に対するその不当な差別と侮蔑に対する反発とですね、この2つが車の両輪みたいになって、私の中でエネルギーの元になってる。先生、これまでですね、最初2002年にマタイによる福音書を気仙語訳されてからですね、マタイ、それからマルコ、ステルカ、ステ、現在一番新しいのはヨハネですよね、はい、ここまで気仙語に翻訳されてます、はい、で、このイエスの言葉に戻りますけれども、最初に神様の思いという訳がありますよね、このところをちょっと先生読んでいただけませんか。気仙語でいいですね、はい、初めにあったのは神様の思いだった、思いが神様の胸にあった、その思いこそは神様そのもの、初めの初めに神様の胸の内にあったもの、神様の思いがこごってあらゆるものは生まれ、それなしに生まれたものは一つもねえ、神様の思いにはあらゆるものを生かす力あって、それはまだ生きる喜び、人の世に輝かす光だった、光は人の世の闇に照らしてだったのに、闇に住む人はそのことに気がつかねえでだったんだ。これはヨハネの福音書ですね、第一章1から5節ということですか。はい、はい、新共同訳ですと、初めに言葉があって、言葉は神と共にあり、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあったというところで、
直訳なんですね、うん、今までの翻訳というのはですね、うん、ですからあの原文に忠実にということを追求することが直訳とそのイコールだとどうも思われている節がありまして、でもそれだとですね日本語の現実に合わないことが多いですね。言葉と訳されているのはロゴスという言葉、うん、ギリシャ語なんですけど、はい、これには確かに言葉という意味もありますけども、実にたくさんの意味があります、うん、のロゴスというところを空欄にしてそのたくさんの意味をみんな当てはめてどれが一番ぴったりくるかというのは実験してみるとですね、私があのこれだと思ったのはこの思いなんですよ、うん、言葉というのは実は思いをその人の思いを表現する手段にすぎません。しかもそれは人間の頭で作ったものであのちっとも完全なものではありませんですね、うん、ですから神様はですね言葉なんかいらないわけですよ。思っただけでいいんですよ。思っただけで物がなるんです、うん、それが神様なんですよ。だからこれはもう思いでいい。初めにあったのは神様の思いだった。そして人間というのは神様の熱い思いがギューッと凝集してできたもんなんだ。神様の温かい思いがほら光のようになって見えてくるだろうと、そういう意味だと思います。あの聖書の中で、何時の敵を愛せというよく知られた表現がありますね。でこれがよくわからない。わかりませんよね。大体気持ち悪いじゃないですか。だって愛するなんて言葉はね、気性の人間はそんなのね女房にだって言いませんからね。でひげ面のイエスがですよ、ひげ面のペトロに向かってね、ペトロよあなたは私を愛するか、あとね、なんか気持ち悪いですよね。で私大嫌いなんですよ、愛するっていうのね。で日本語の国語辞典を見てみますとね、愛するというのはどういう意味かというと、相手を好きになるという意味なんですよ。で好きになるというのはあくまでも感情の問題なんです。でしかもその感情は自己本位的感情だと書いてあります、はっきりと。だから自分の好みに合えば愛するんですけど、好みに合わないものは愛せないわけです。愛すると訳されている元々のギリシャ語はですね、アガパオという動詞なんです。名詞はアガペですけどね、アガパオで、これをですね愛すると訳してはいけないんだと私は思います。今から420年ぐらい前にですね、あのドチリーナ・キリシタンという名前の本が出版されました、はい、これはあの日本にやってきたキリシタン の, あのバテレンですね、キリシタン・バテレンがあの書いた本なんですね。歴史の本の片隅に書いてあったの覚えてます。そうですね、キリスト教の教えについて の, あの解説書なんですね、うん、でその中に愛するという言葉は妄衆の言葉で汚らわしいから使うなって書いてある。そしてそれをどう訳したかというと、アガパオは大切にすると訳してるんです。で私はこれはね名訳だと思うんですね。で大切にする、まあ我々はデアジェンスルと言います、大事にするですね、はい、で大事にするというのは感情と関係がありません。あくまでも相手本位の好意を指す言葉です。これねとっても大事だと思うんですよ。あの聖書で使われているアガパオは感情と関係がないんです。だから敵を愛せという言葉ですね、これもうほんと実行不可能な言葉ですが、敵というのはあのこれも国語辞典で調べてみると、可能ならばその存在を消してしまいたい相手って書いてあるんだ。面白いですね。つまりぶっ殺してやりたいと思ってる、もう憎しみの対象ですよね。これも非常に感情的な言葉ですね。その敵という言葉を使っているからには、相手に対する憎しみがの感情を持っているということをすでに認めているわけです、うん、そしてそれを今度は大好きになるという正反対の感情に切り替えろと
言っているわけですが、感情というのはそもそも自分でコントロールできないもんですよ。だから我々はですね、この言葉が、ね、引っかかるわけです、うん、向こうからね素敵な彼女が来ればね、みんなポーッとなるわけですよそんなのはですね、自分でコントロールできないわけです。勝手にポーッとなるわけです。でそういうことを言ってるわけじゃないんです。だからこれは私の役で言えばですね、その仇だっても出会い死にしろ、うん、いいんですよ憎くても、うん、もう本当に憎たらしくて殺してやりたいと思ってるやつでも、でもあいつは人間だとって言って大事にすることはできるわけですよ、うん、その相手本位の行為のことを言ってるんです、イエスが求めてるのは。だから仇だっても出会い死にしろって言われれば、気仙の人間はああ上杉謙信だなと、うん、ね、すぐ分かるわけです。これ日本人はですね、この敵であっても大事にするというですね、行為をですね、自分たちの民族的な誇りとして、あの英雄の中に見てるわけです、うんね。非常にキリスト教的感性を持ってるんですよ、日本人は。なるほど。武田信玄に塩を送ったという。そう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 、ね、そうですね。そう言われればすぐ分かりますね。分かるでしょ、うんうん。で、イエスが言ってることはですね、相手を大事にしろって言ってることなんです。徹底的に大事にしろと言ってるんです、うん、そう言うと、なるほど、おっしゃると何時の敵を愛せというのも、あ、そういう意味だったのかっていうことが腑に落ちるという感じですもんね、はい、うん、でイエスがですね、弟子たちとの最後の晩餐でヨハネの福音書に書いてあるんですけどね、別れの演説をするんですよね、うん、たった一つの掟をお前たちにやる、もう他はどうでもいいと、うん、これだけは忘れるなと。それはその互いに相手を大事にし合い、俺が言いたいことはこれだけだって言ってるんですね。互いに愛し合いなさいと今まで訳されていますけどね、うんうん、それは互いに相手を徹底的に大事にしろと、まるで相手が自分であるかのごとくに大事にしろ、これが人間を本当の幸せに導くたった一つの掟だと言ってるんですね、うんうん、これは現在災害に引きつけるわけではありませんけれども、そういうその気仙語訳をなすった先生が今回の災害の中で実際にいろんな行動を見て、これこそが相手を大事にしている一番いい例だっていう例は終わりでしたか。あ、それは私はね、今度はね、もう身に染みてもう分かりましたよ。本当に泣きながら感謝しましたよ。ちょっとその辺歩くでしょ、 今はもうだいぶ片付いたからなんですけどね。そうするとね、世界中からね若者がやってきてるんですよ。もちろん日本もそうですね、遠くは鹿児島のあたりから来た人もいますね。それからアメリカとかイギリスとかイスラエルとかですね、とんでもないところからですね、いっぱい人が来て、それでね、泥を片付けたり瓦礫を片付けたり一生懸命働いてるんですよ。あれ見たらね、私自分のことでは泣かなくてもね、あれ見たらね泣けてしょうがなかったですね、うん、本当に大事にされていると思いました。でこんなことを申し上げたらなんですけども、東北の人間っていうのはね、今まであんまり大事にされたことないんですよ二流三流の市民の扱いを受けてね、で我々の言葉は非常に癒しめられてね、東北の人間だっていうだけで何かこう見下されて、でいつもこの貧乏の中に置かれて、かなりのハンディキャップを負っていました。でいろんな災害があってもですね、東北地方にこれだけ人々がですね応援に来てくださったことって実はないんですよ、うん、今度が初めてじゃないでしょうかね。阪神淡路大震災があったでしょ、はいはい、あれのねちょうどね3週間ぐらい前、12月の20何日でしたかね、三陸春川沖地震っていうのが、うん、ありましてね、はい、このここの沿岸ちょっと沖合で大きな地震があったんですね。それで北海道の太平洋岸から東北地方関東あたりの太平洋
岸にかけて津波警報が出ました、うん、で年末でね冬で寒くてね夜中にね我々はもう避難警報が出てですね